滝沢カレン、7月キレンドラ共演、松岡真宙&田中みな実と仲良しショット、次はいつ会えるかな？モデルの滝沢カレン、31が26日までにインスタグラムを更新。松岡真宙、29、田中みな実、37、とのスリーショットを公開した。滝沢は、今日発表になりました7月の連続ドラマフジテレビさんにて、ギークスという警察処部体系ドラマに出演させていただきます。松岡真宙ちゃんことまゆちんと、田中みな実さんことみなみのるさん、そのままとの3人でたくさん会って撮影してますと綴り、フジテレビ系7月期ドラマ、ギークス。木曜午後10時に出演することを報告し、3人のオフショットを公開した。続けて、まゆちんというのは、私が無許可で呼んでいるわけではなく、出会ってすぐの頃に、まゆちゃんから、まゆちんでいいですと強く言ってくれたので、呼ばせていただいてますと松岡の呼び名を紹介し、本当にお二人の人としての広さや、人としての温かみ、人としての強みを会えば会うほど知ります。まさかこんな仲良くしていただけるなんてまず思っていなくて。でも会って、すぐに、まゆちん、松岡真宙ちゃんは、たくさん広めの話題で話しかけてくれて、仲良くなれるか？問題は、私の中で一瞬で不安から希望に変わりました。みな、みのるさんはみなみのるさんでいつの間にか、いつも楽しい司会者でいてくれて。まとめてくれたり、面白そうな提案してくれたり、優しいお姉さんです。こんなに好きになると思わなかったです。と二人の気遣いに感謝した。続けて、自分でも、こんなにポロポロ信頼してってると思うくらい驚く時がよくあるのですが、きっとそれはまゆちん、松岡真宙ちゃんとみなみのるさんの人間性ですね。幸せなお仕事に出会いました。次はいつ会えるかな？ってスケジュール表を見てしまう自分がいます。今から撮影最終日を考えると悲しくなってしまいますが、それをまゆちん、松岡真宙ちゃんに言ったら、私たちは撮影が終わったって仲間じゃないかってあまりにも友情発言してくださいましたと松岡の友情発言に感動し、筋を通すためにと親友横澤夏子に二人を紹介し、みんなで仲良くしたいと願いを明かした。最後にとにかく思いが溢れましたが、本当に素敵なお二人ということが伝わりましたように7月のギークスを楽しみにとまとめた。